昨年7月30日大会2人は出場しています。共に悔し涙を飲みました。赤いグローブ久保は竹内正樹に判定で敗れています。対して田中智戦、多彩な攻めも圧力にやられたのが小松孝也でした。石川さん、ですから今回がリスタートという2人の戦いになるわけですね。はい、そうですね。ここでしっかりね、この後楽園という舞台で、ね、しっかり見せますですね。はい、大きく深呼吸、腕をぐるりと回して全身ファイトは久保です。そしてボディ打ちへ、ここはクリンチとなりました。久保選手はいつもこの重心低くね、はい、前進するこのプレッシャーというのがファイトスタイルですからね。そうですね、はい。まあ、前回の竹内戦もこうやって前に前に出続けてパンチの勢いは見せつけています。そしてそこからローキックなんですが、左のフック、青いグローブ突き放しては小松、まあ、カーフキックもあったり、右のアッパー、アッパーはお互い放っていきます。これも石川さんものっけから圧力比べですね。はい、そうですね、勢い止まりません。小松選手 の、ね、あの圧力を全部、ね、真正面で受けるんじゃなくて、はい、しっかりと、ね、攻撃、攻撃のバリエーション多いんですね。蹴りの足技のバリエーションもし、ネットワークも上手なので、そこをプレッシャーをまともに受けないリズムを考えたいですね。小松選手、小松はカーフキック もうこの試合の中で何発も繰り出しています。膝もそう、この足技から左フック、お互い押し合うような体勢にもなってまいります。ボディ打ち対応は赤いグローブの久保、久保が出てくる。これを石川さん、なんとか小松はさばきたいんでしょうかね。そうですね、おそらく小松選手、この久保選手のプレッシャー、まあ、想定しながらこの試合には臨んでいるとは思うので、はい、だけど実際にこう戦ってみたらこんなに強いのか、圧力がっていうところの焦りがあるかないかによって、そうですね、この試合が動きが変わってくると思います。まあ、小松は以前の自分とはかなり違いますというふうに試合前は話しています。でもうまいですね、ちゃんとしっかりこのまっすぐ入ってくるところ、はい、うまくボディワークでかわしながら、かわして肘のあたりも使いながらボディを守っています。そのボディに左膝、久保はとにかく先手必勝、そしてこのままで突き崩そうという体勢です。まもなく残り1分になろうとしています。あっという間にもう残り1分ですね。止まりませんね。ボディ打ち、小松は左膝、もうこの段階でマウスピースを見せて前進は久保です。前蹴り、左からその久保に対してはガードを高く固く左フック打ち込まんと小松の攻撃。小松突き押し、この戦い方だと小松選手にとってはスタミナ使う、戦い方になっちゃうので、久保選手が、ね、自分の好きなように前進できてるんですけど、はい、ね、小松選手が削る技、ボディだったり、足技で削れればいいんですけど、今のところ久保選手が動きが止まらないですね。まあ、久保の方が削っていると言えますか。そうですね、はい、そこからさらに有効打狙って、右はボディ、そして徐々に顔面の攻撃、左フック小松一発返しました。この突進力を前蹴りバックブローで対す小松、バックブロー返しています。さらに最後は右手数で絶対負けないと久保、今一瞬にパッと笑いました。さあ石川さん、第1ラウンドはもう久保がこれ自分の戦い方なんだっていうところを見せて、対する小松という局面でしたね。そうですね、小松選手がこの1ラウンドを経てちょっとじゃあこのままいくと、ダウンはしないにしても削られてしまうというところで、このチームとしてセコンドとしてどういうような戦略変更をしていくかっていうところが2ラウンド目以降の、はい、試合展開の変化になってくるかなとは思いますね。お互いバックブローを出しましたね。ここ負けたくない、気持ち強いですね。これだけ、ね、圧力がある戦い方をされると、はい、一瞬でも勢いがあると持ってかれますからね。そうですね、はい。まあ、久保は SNS 上でも語っています。まあ、今回しっかり仕上げてきたと、まあ、今まででトップクラスだというふうにも語っています。セコンドアウト、久保和馬32歳、今日23歳のバースデーが小松孝也です。前蹴りから入ってくる赤いグローブの久保、ともにボディへの攻撃も忘れません。小松選手が先に先手っていう、はい、作戦にしたかもしれないですね。あ、今、はい、そうですね、前進を先に受ける前に先に攻撃を当てるっていう、はい、小松選手は、ね、パンチも蹴りも技術があるので、そういう応用がつくんですね。
でもそれに対しても、まあ、愚直の前に、はい、これ前進してくるというのが久保なんですね。そうですね、これがね、でもおそらく1ラウンド目とは小松選手が動きを変えてきたので、はい、そこで久保選手が、はい、あれちょっと1ラウンド目と変わったなっていう、はい、久保選手側の迷いが生じると、はい、試合の流れが小松選手に傾くかなと。久保の方はどうですか、迷わず前進しても構いませんか。これはこれこのままでいいと思います、はい、これでもこの、小松選手の先手の攻撃を受けても久保選手が先手を、プレッシャーを変えなければ、逆に小松選手がまた折れてくるんですね、はい、前進が止まってくれないっていう、まあ、残り2分切った時点になっていますが、左ミドルキック小松、さらにこうして左のパンチ、長いリーチを生かして右の膝突き上げてくる。どっちがね、愚直なまでに自分のスタイルを貫けるかっていうところで、はい、まあ、我慢比べのようにもなってきますよね。そうですね、この2ラウンド目の中盤以降で、はいはい、失速してきた方がこのまま持っていかれてしまうと思うので、ここが今一番大事なところですね、試合の中で。そうですね、はい、今試合はちょうど半分を過ぎました。ここからですね、この試合は、はい、さあ、さらなるギア、これエネルギーの予備タンクあるかどうか。久保歯を食いしばって右で、やっぱりこうお互い前のめりにこう前にかがむような体勢になることが多いですよね。そうですね、寄りかかるような形、はい、でこれね、お互い押し合いになってるから、はい、これで負けると、押し合いに負けるとどんどんスタミナも奪われますから、はい、ここで絶対に引いちゃダメなんですね。右ストレートから両腕でついてまた右、久保のパンチ、ここ本当お互いきついところなんですよ、だけどこのきついところをね、はい、しっかりと負けないで勝ち切れるかどうかっていうところが大きな分かれ目になります、はい、まあ、苦しくなるとさらに違う武器ですよね、膝であったりアッパーであったり。そうですね、はい、今までと違う技をアクセントとして出せることによって、例えばね、このお互いスタンスが広いからインローだったりとか、はい、カーフだったりとかすることでバランスを崩すという技術もあってもいいですよね。確かに、はい、まあ、小松選手はちょっと第1ラウンドよりローキックの数は少なくなっているようには見えます。残り20秒を切りました。ここも頭をつけるようにしてから左フック小松、右アッパー、久保は両腕どちらでも打ち込めるようにこうやって前へ前へ繰り出してきます。あと3秒、時間がない。前蹴りで止める小松、最後は右フックの久保。第2ラウンド終了です。さあ、石川さん、印象から伺いましょうか、はい、そうですね、あの1ラウンド目、1ラウンド目は、久保選手のプレッシャーをかける動きが目立って、2ラウンド目、小松選手が逆に先手っていうちょっと戦略を変えてきたけど、だんだんその2ラウンド目の中盤以降ですね、はい、やっぱり久保選手の圧力がまた強まってきたなと。ジャッジとしてはまだポイントを圧倒的にどっちっていうのは微妙なところだと思うので、この3ラウンド目でですね、はい、まさにフィジカルの勝負、体力、スタミナ、はい、日々のトータルでのフィジカルがどっちが上回るかっていう、はい、体力勝負のような展開になっていくと思います。そうですか。でも若干久保選手の方が有利かなっていう気はしますね。まあ、というのもそのフィジカルパワーを生かすトレーニングを積んできたというのは久保の方なんですね。さあ、セコンドアウトの声がかかっています。それに対して接近戦で対応できるようにとトレーニングを積んできたのは青いグローブ、前蹴り小松なんですが、久保前蹴りから来ました。来ましたね、一撃狙っていたようです。そのロングと同時にね、はい、自分の流れをつかめるか、掴めるかどうかというのも大きなポイントになりますからね、まあ、それもあるからこそ大技繰り出してきたんですね、はい、で小松は用意してきた接近戦です。これを見せながら前に前に一歩ずつ、ここはブレイクの声がかかっています。ダウンではありません。右のミドルキックには膝を合わせる小松、押し合い、また押し合いという中、こういう、ね、押し合いの細かいパンチの中で、はい、久保選手がたまにミドルキックだったりボディだったり、このそういうアクセントをつけることによって、はい、そういうところがダメージになりますから ね、 そうですね、相手を失速させるようにです、ね、ポイントになりますね。あ、ここも一旦動きを止めるようにしながら、左のボディから左膝掴んでからの攻撃はいけません。1分が経過しました。さあ、前蹴りから久保が入るところ、今小松に声をかけるとしたら石川さんなんでしょうね。久保選手、あの気持ちが全然切れてないんで、はい、やっぱね、この久保選手のフィジカルに
押され負けてる印象はあるんですけど気持ちが切れてないです、はい、気持ちが切れた瞬間ファイターは終わってしまうんですけど、気持ちが切れてないからまだまだ小松選手の逆襲もありますね。で見ている限りまた気持ち切れないのはその相手の久保ってことですよね。お互いにこのラスト最初の1分半分切ったけど、はい、ここからがまた勝負ですよ。さあ回し蹴り右ハイキック放ってきた小松、それには三日月気味に蹴りを放っての久保、パンチから左で押して右の膝、残り70秒切りました。ボディフックから右のストレート、赤いグローブの久保もつれるような形、ギリギリの線で2人が戦っています。互いに、ね、顎を引いて、ね、前のめりで、ね、打ち合ってるから、はい、そんなに効く攻撃は、ね、相手の攻撃効かない体勢なんですよね、はい、まあ、これその中で寸での距離ですよね、設定できるかどうか、ね、はい、またブレイクの声がかかっています。あと40秒です。バックブロー一つ、小松の狙いはどうか。さあ久保は膝から、うん、どこで差をつけてくるのか、この2人の戦い。手数からラッシュ、いや石川さんずっと続いてますね。ですね、小松選手がしっかりね、全然負けないように、はい、逆襲まではいかないけどちゃんとね押し返してきましたね。お互いの前蹴り交錯して残り10秒切りました。ラッシュはノンストップで久保、こうするように小松振り切りたい。最後は左、このハンド2人とも1秒も休まなかったですね、まあ、これ無酸素状態でしょうね、はい、ロープにもたれかかるようにして小松、前半久保選手の、ね、フィジカルが上回るかなと思ったけど中盤以降小松選手がね、はい、しっかり押し返しましたね。あとはジャッジです。さあ両者中央、ジャッジ豊本が30対29、赤久保、久保1票、30対29、ジャッジ西村30対29、赤久保、久保和真です。30対29、赤久保、三者30対29、1ポイント差、3対0で久保和真、とにかく手足を出し続けました、しのぎ勝ちです。石川さんに伺いましょう、感想からください、はい、お互いね効かせるようなダメージまではいかなかったんですけど、久保選手のフィジカル勝ちって感じですね、はい、前進して圧力をつけたところで、久保選手ね最後まで諦めなかった気持ちは見えたんですけど、でもね久保選手のスタミナ、パワー、圧力が上回ったジャッジですね、まあ、攻撃出されようが、はい、どんな体勢になろうが自分の軸をぶれないようにっていうのは、これ練習の成果だったんでしょうね。そうですね、気持ちもスタミナも、ね、やってきた練習も全て見えましたね。小松孝也は誕生日を勝利で飾ることはできませんでした。これで3勝3敗のイーブン、5勝7敗としました。フェザー級戦線の久保和真です。よっしゃ